よいしょ。はい。傘立てあるよ。傘立てあるよ。猿のケツだって。へえ、猿のケツ。あ、猿の糞。これを豚に買っていこう。猿の糞。ああね。いいんじゃない。もう猿の糞とかね、熊の糞とか鼻くそとかね。はい。マグネットだ。あー、すごい。マグネット。ゆ、あ、ヒノキボールだ。おー、卵型だね。じゃあ、うん。お、これは鉛筆かい？鉛筆っぽいね。はあ、すごい。お、ソックスが合ってるよ。カリカリ梅。ね。生わさび。すごい面白いね。いろんなのあるね。カッコンと肩こり頭痛にもすげえ、面白い。うん、ああこのマグネットね。馬餅だって。うん。お、日光の帽子。あ、これなんだ。あ、折り鶴。へえ、すごいな。ちっさ。シシャマネコなんかで見たことある。うん、日光陽明門。へえ、エコバッグも。うん、なるほどね。サンザル三条かな。うん、猿飛び出し中、パロディーボクサーパンツ。面白い。うん、いや結構雨でも来るんだな。ね、愉快なお猿たち。ね、はい。うん、これ同じやつか。味が違う。何味なんだろうね。コーヒーと書いてある。あ、コーヒー味なんだ。ね、コーヒー牛乳風味って書いてある。あ、別にこれん？あ、これは猿の糞。これは猿の糞。こっちは猿のケツドロップですよ。ってことだね。なるほど。
面白いね。これガチャガチャもなんだこれは。うわバチかね。なるほど。あすごい面白い。両側からお金入れんだってこれ。本当だね。へえすごいよ。あらほら渋谷の音テレビで紹介されました。へえこれ紹介されたんだって。ああまあでもすごいね。うん、あもう終わりの時間だね。わあこれもね、うん、よいしょ。最後に一番上ね。一番上からの本滝。あ、というか正面にも滝があるよ。ほら、こっちにも滝がある。へえ、なあ、すごいな。ここ何個滝があるの？1個、2個、3個。で、そこにも4個と。いや、いっぱいあるな、ここは。ねえ。やっぱ下からの方がいいね。あそこはね、横から湧き出てきてるんだね。すごい。なるほどね。で、この中をエレベーターが通ってるんだ。はあ。ねえ。うん。すごいね。はあ。へえ。よいしょ。うん、そう売店だね。あ、リンゴも売ってんだね。え、圧縮がある。へえ、うん、あ、はいはい。ああ、あらら。リンゴバター。いや、おお、サザレ石瓶。なるほど。あ、水晶。すごいね、水晶。おお。これ。え？金のソックス。金のソックス。うん。これ絶対もう俺が履けないサイズだよね。あ。あ、これレモンバッグね。なんか通園バッグみたいなね。うん、あ、
れだ、チーカー、うん、寿司どうですか、寿司マグネットで、カイロあるよ。カイロ。カイロ。いらない。確かに。確かに。ああ。たまり漬け。極太メンマ、なるほどね、これかな、うん、多分そうだな、さっきのラーメン屋さんに入ってたの、はい、極太メンマ、あ、売ってたあれだ、そういうことか。お、日光滝めぐり、へえ。もうあれだね、お土産売り場って感じの、ね、あ、日光ラスク、これ結構どこでも買えるのがね、日光だったら。あ、ケボン福、あ、七福茶、へえ、ハンドクリーム、パズル、おお、面白そう、うん、あ、すごいなこれ、アンティークシャープナー、シャープナーってどういうこと、削り、あ、そういうこと、鉛筆削りなんだこれ、すげえ、こういうのほらおしゃれじゃない、入れ物が、あら、これは御神刀、あ、へえ、柄の部分がないんだこれね、ちょっとこれ曲がっちゃってるけど、へえ、あ、忍者セットね、え、ああ、ペーパーナイフだね、こういうのいいじゃんね、ペーパーナイフ、ん、お、うん、そうだね、ああ、これ金箔全部本当に、
すごっ。おっ、湯飲む。へえ、うん、三猿、日光の三猿ね、うん、おっ切り込み生そば、生そば、うん、あ、スプーンあんじゃん、ほら、これいいんじゃないね。これでコーンスープ飲めば、うん、明日になっちゃう、明日になっちゃう、湯葉、湯葉ラーメンね、いろんなとこ売ってた、うん、売ってた、うん、これ道の駅に持ってたね、これ、うん、なるほどね、うん、ね、寒くて、はい、寒くて寒くてだね、はい、そう、こっちからだね、はい、あ、木刀が売ってる、木刀いらない、ねえ、うん、え、ここ車止めていいの、あ、でもやっぱ有料だよね、そりゃそうだよな、こっちがただで向こうが有料っていうのはねないよな、ね、ここが一番近い駐車場なのね、うん、なるほどね、第二駐車場が近いんだ、第一じゃなくてここが第二、うん、普通は近い方が第一だけどね、いやー、騙された、うん、あえて第一の方に行ったのに、そうなんだよ、そうだね、ちょっと今度は疑ってみるよ、疑うということをね、しないとダメだね。